こそ一律柏研究所通称柏研へ、わしが所長の博士じゃよもうおなじみじゃの。さあ今日も柏に関するさまざまな疑問をさまざまな角度から調べて提示をしよう。はい、みなさんこんにちは。フッキーこと研究員の河津フキです。今日も元気に頑張ります。ああそうじゃ、ところでフッキー、はい、柏市ってこの千葉県の中のどこにあるのか知っておるか。へえ、柏市への愛もまだまだじゃな。じゃあ博士知ってるんですか。しっけーな。しっけーな。知っとるに決まっとるじゃろう。なあそんなのな、当たり前だのクラッカーじゃ。古いですよ。昭和生まれじゃ。じゃあどこにあるんですか。そうじゃ、はい、これを見たまえ。おじゃじゃーん。この色のついたところが、これが我が愛する柏市じゃ。見ての通りたくさんの市と隣接しておるだろ。はい、なんか面白そうじゃろ。確かに。で、どことくっついてるんですか。そう来ると思った。よいか、野田市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、白石、印西市に我孫子市じゃ。そして上の茨城県との県境に鳥出市と守谷市、合わせて9つじゃ。どうじゃ、ザッツパーフェクト&アイムナイスガイ。すっごい。全然ナイスガイじゃないですけど、さすが博士です。これがわしの柏に対する愛じゃ。ウィラブ柏じゃ。決まりました。というところで今回のテーマはこれじゃ。ん、柏の果てを調査せよ。そうじゃ。よいか、柏に隣接する市境の謎を解いてくるんじゃ。はい、な、普段何気なくこう通り過ぎている市境を知ることで、さらに柏市への魅力を理解するんじゃ。なるほど。なるほどって、それダメ。わしのネタ取っちゃダメ。取っちゃった。ダメよ。ダメ。もうまあいいや、もういいか。はい、な、とにかく張り切って行ってこい。行ってきます。合戦。ところで市境って何か目印になるようなものないんですかね。最初に訪れたのは流山市との市境。あ、なんかちょっと何かされてる人がいる。すいません、今、はい、何されてるんですか。どちら様ですか。一律柏研究所の川津と申します。フッキーさん、あ、知ってます。本当ですか。はい、え、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。え、今何されてたんですか。今は道路のパトロール。道路のパトロール。はい、そうなんですね。あの、市境の場所とかってご存知じゃないですか。境、はい、うん、ある程度は知ってますよ。はい、案内してもらえますか。どうします。いいじゃない。いいですよ。ありがとうございます。はい、助かった。ということで今回特別に鈴木さんと海老原さんに案内していただきます。まずこの交差点なんですけども、はい、この交差点は流山の管理する道路と柏の管理する道路が、はい、まあ、交差していて、まあ、行政境でもちょっと複雑なところです。ここは柏市緑台1丁目と西原2丁目をつなぐ交差点。柏市が道路1本でつながっている感じです。なんでこんな形になったんですか。昔ですね、徳川幕府の時代、ここに小金牧という、放牧場がありまして、群馬を育てていたんですね。はい、その群馬が逃げないように土手を作ってまして、野間土手って言うんですけども、はい、その土手を境に、柏市、今の柏市、流山市の境ができたと言われています。へえ。交差点から少し歩くと柏市と流山市の市境が分かる場所があるそうです。ここです。これですか。はい。柏市の雨水管に隣接する流山市の防火水槽、マンホールのマークで市境を発見することができます。さらに歩くと、あ、ここの看板
柏市ですね。そうですね、こっちの方は柏市になります。でこちらの方を見ていただくと、はい、こちらはもう流山市になります。あ、本当だ。看板でも市境を発見できます。ちなみに市境は市が単独で決めることではなく、土地の所有者や関係する専門家などが話し合って決めます。鈴木さん、はい、そろそろお時間が。ああ、もうこんな時間。申し訳ないんですけど、私たちこれでちょっと失礼いたします。え、どこ行っちゃうんですか。はい、でもですね、はい、ここに行きますともっと面白いものがありますよ。行ってみてください。はい、はい、ラブレターもらいました。行ってきます。貸し券。あー、風が気持ちいい。だいたい鈴木さんのメモによるとこの辺りなんですよね。私がいるのは都電運河を挟んで柏市立柏高等学校が見える場所です。私たちが今いるのって野田市なんですかね。ちょっとあちらの人に聞いてみたいと思います。こんにちは。はい、こんにちは。すいません、私が今いる場所って野田市ですか。ここはね、柏市です。はい、柏市船戸山小屋です。そうなんですね。はい、実はここ利根運河によって柏市が分断されている場所なんです。お話を聞かせてくれるのはこの地に住んで78年の浅川さんです。どうして利根運河が作られたのですか。利根川とあの井戸川の、はい、あの通路として、あの昔は船だから、で船便だから関宿まで回ってこっち来るのと、ここをまっすぐ取ったので、はい、出てこられた。川が主な輸送手段だった明治時代、利根川と江戸川を利根運河で結んで輸送力をアップしようと考えたのです。利根運河として掘削したんです、はい、ここ掘削、掘削っていうことは掘ったんです。あ、掘られたんですか、この場所。そうそうそう、この場所は、あの人間の手で掘られた。すごいですね、それ、うん、すごい労力ですね。そうだね、今じゃ考えられないですよね。はい、重機がない時代、人の手で土手を作るのではなく、高台になっているところを掘り進めた結果、柏市が分断されてしまったのです。明治21年からおよそ2年かけて 8.5 キロの利根運河が完成しました。ちなみに家の前には柏市をつなぐ橋があるので、生活には困らないそうです。貸し券。私は今新大利根橋を歩いています。あれ、あ、なんか見つけた。千葉県柏市と茨城県取手市の境の表示ですよね、あれ。え、っていうことはこっちが千葉県で、こっちちょっと行ったら茨城県でしょ。あ、茨城県、こっち千葉県。さあさあ、もうこの景色最高です。どうされました。あ、びっくりした。こんにちは。こんにちは。今あの柏市の市境を調査してました。はい、事情を話したら面白い場所に案内していただけることになりました。おささん、はい、先ほどの新大利根橋から3キロほど歩いてきましたけど、はい、ここは我孫子市と柏市の市境付近になります。はい、ここどんな場所なんですか。この場所は利根川沿いに続いている堤防で、はい、この先急に堤防が低くなっていますね。あ、本当だ、低くなってる。はい、はい、これは越流堤と言いまして、はい、コンクリートで覆われた少し低い堤防です。洪水で利根川の水位が上昇しますと、はい、利根川が氾濫する恐れがありますので、はい、この越流堤を越えて調節池の中に水が入り込み一時貯留します。はい、ここで水貯めるんですね。はい、はい、これによって下流の洪水を軽減することができます。最近では、
平成19年の9月の台風で調節池の中に水が入りました。ここの増水が収まった後はどうなるんですか？はい、ここで一時貯留した水は利根川の水位が下がった際に、はい、下流にある水門から利根川の方に水を戻す仕組みになっています。そうなんだ。はい、いろいろ教えていただいてありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。早速、はい、博士に報告します。お願いします。はい、私はこれで失礼しますけども、はい、ここに行くと面白いことがわかります。ありがとうございます。はい、じゃあ早速行ってきます。はい、かしけ。このメモによると私は今軽井沢に来ています。あれだ、善波。お腹すいた。おいしいものいっぱい食べてきます。善波、善波、こんにちは。このお店のおすすめ料理は何ですか？こちらのですね、おすすめは、はい、こちらにあります。ランチメニューがあります。はい、お待たせ。こちらが今日のランチです。すごい、すっごい美味しそう。いただきます。あっ、ちょっと食べてる。ごちそうさまでした。いかがですか？もうね、どれもすっごい美味しかったね。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あの、この店には面白いことがあるって聞いたんですけど。はい、面白いこと。はい、実はこのお店はですね、はい、柏市とそれから鎌ケ谷市の両方にまたがって立っているんです。お店の正面に向かって右側が柏市で左側が鎌ケ谷市なんだそうです。どうして2つの市をまたいでいるんですか？はい、昔ですね、こちらの建物の東側の方に、はい、昔は田んぼと小川がありまして、その小川と水の湧き出るところを確保するために先祖がここに住んでいたというふうに聞いております。市境ならではのことってありますか？鎌ケ谷のお店だと思って食べに来た、うちに来たお客さんが、はい、ここは柏市ですよと言うと、はい、というふうに本当にお店もとっても素敵で、お料理も美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。かしけ。ただいま。おかえり、ふっきー。元気だの。元気よ。あ、そうじゃ、どうちゃった？面白いところは見つかったかな？はい、柏市の市境って意外な場所にあったりするので、普段気づかずにその上を歩いてたりするんですけれども、よく観察してみるとちゃんとそこに印があったり看板があったりするんですよ。自分の家の近くにこの市境があったりとか、あ、いつも行ってる店が、あ、これ隣の市だったよなんてこともあるんだ。そうなんですね。柏市の市境を知ることでより愛情が深まりました。うん、なるほど、本家本元、なるほどじゃこのね、チーバくんで表すと、だいたい鼻の付け根あたりが柏市なんですよ。ザツライト、その通りじゃ番組をご覧の皆さん、これからも私フッキーは柏市の市境を調査しに行ってきます。うん、よくできたぞ。今回も任務完了じゃ。よし、ご苦労さん。ありがとうございます。さて、今回の柏市の市境を知る旅、いかがじゃったかな？我が貸金はこれからも柏市の面白いところを見つけるために元気に頑張るぞよ。私も柏市の魅力をお伝えするために、美味しいものをたくさん食べたいと思います。また食べ物の話か。もう、でもまあいいんじゃろうな。食欲の秋じゃ、美味しい味覚もあるじゃろう。その息で頑張ってくるため。はい、それでは、せーの、かしけん。